ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、70年代に活躍したアイドル女優の歴史第2弾ということで、デビュー時が1971年から1972年の女優を紹介したいと思います。いつもの特撮と違って、テレビで見かけない時がなかった女優さんたちも多そうだぜ。知っている女優さんはもちろん、忘れてる、知らない女優さんもいるかもよ。今回の解説で、少しは思い出すのではないかな。そのあたりは、楽しみだわ。知らない人も楽しんで。知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい70年代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。70年代に活躍したアイドル、女優の歴史。1971年デビュー、天島理、小柳ルミ子、南沙織、栗田裕美。天島理、小柳ルミ子、南沙織は、新三人娘と呼ばれたわ。小柳ルミ子。小柳ルミ子、本名小柳ルミ子、1952年7月2日生まれは、日本の歌手、女優である、別名ルミ子。福岡市早良区、当時は西区生まれ。母親は秋田県出身。血液型は A 型。愛称ルミちゃん。夏川ルミの名で宝塚歌劇団に入団し、2ヶ月で退団したぜ。歌手デビューを当初から念頭に置いており、小柳にとって宝塚は、歌や演技の鍛錬を積むための、いわゆる腰掛けであったわ。芸能界デビュー、退団した同年の1970年、歌手デビューの前に顔を売るために、NHK 連続テレビ小説虹で女優としてデビュー。翌1971年昭和46年4月25日には、ワーナーブラザーズパイオニア、現在のワーナーミュージックジャパン、の邦楽部門初の歌手として契約。作曲家平尾正明のプロデュースにより、私の城下町で歌手デビューし、160万枚の大ヒットとなるぜ。同曲は1971年のオリコン年間シングル売上チャートで第1位を記録し、また第13回日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞したわ。その後にリリースしたお祭りの夜や、今日のにわか雨、瀬戸の花嫁、日本歌謡大賞受賞なども大ヒットし、天島理、南沙織らと共に三人娘と呼ばれ、1970年代前半を代表するアイドルとなったぜ。南沙織。南沙織、1954年7月2日生まれは、日本の元アイドル歌手、本名篠山明美旧姓浮間、沖縄県出身、夫は写真家篠山紀三児の母、次男は篠山明信、カトリック信徒で、英語名、シンシアサインシア月の女神、神座の守護神の意、を愛称としているぜ。星座が神座であることから、デビュー曲17歳のジャケットの写真にも、神座のデザインのシャツを着用しているほか、発売時のキャンペーンでは神のマークのシールが配布されていたわ。デビューから35年を経て発売された CD ボックス、サインシアプレミアムの外箱には、同様に神座のマスコットがプリントしてあるぜ。デビュー当時の1971年、つぶらやプロダクション制作のパイロットフィルムミラーマンに、主人公鏡鏡太郎柴俊夫、当時柴本俊夫の恋人、弓役で出演したことがあり、翌年にも柴が主演したシルバー仮面、先行者の、第6話にゲスト出演しているわ。楽曲作りに着手した時点ではまだ芸名は決まっておらず、CBS ソニーの社内公募では南陽子が1位だったが、有馬美恵子の、彼女のイメージは陽子じゃなく、沙織じゃないかしら。の一言で南沙織に決まったぜ。天地真理。天地真理、1951年昭和26年11月5日生まれは、日本の女性歌手、埼玉県大宮市、現埼玉市出身。1967年、国立音楽大学附属高等学校ピアノ科に進学するも、声楽科へ転科。同高校在学中からジョン・バイズ等のフォークソングを愛好するわ。高校在学中の1969年より、ヤマハ音楽振興会附属教室ボーカルコースで学び、プロ歌手となるためのレッスンに励んだぜ。卒業の翌4月、中里音楽事務所に所属するが11月には契約破棄。また7月には、映画監督斉藤浩一の妻である、女優天地恵子と偶然出会い、芸能界接触の糸口をつかむぜ。同月、TBS 系視聴者参加番組、ヤングセブン2王に出演し認められるわ。デビュー当時の交渉は、身長158センチ体重46キロ。スリーサイズは、バスト83センチ、ウエスト56センチ、ヒップ88センチ。趣味は靴の収集。好きな食べ物はメロン。1970年代初期には天地真理ブームがあったわ。1972年より冠番組のマリちゃんシリーズ。
TBS 系列、毎週木曜日19時0分から、19時30分を担当し、マリちゃんとデート、1972年10月5日から、1973年3月29日。隣のマリちゃん1973年4月5日から9月27日。飛び出せマリちゃん1973年10月4日から、1974年3月28日。アタックマリちゃん1974年4月4日から、9月26日。羽ばたけマリちゃん1974年10月3日から、1975年3月27日。ノゴシリーズが放送されるぜ。内容は主に人形たちと共に、アマチが童話などを題材とした消化劇。アタックは公開収録によるステージショー形式を演ずるというものであったわ。栗田博美、さすらい、1971年、NHK でドラマデビュー。栗田博美、1957年9月2日生まれは、日本の女優、タレント、本名、栗田博美、読み同じ。東京都豊島区東池袋出身、東京成徳高等学校、現東京成徳大学高等学校卒。中学生時代に NHK のテレビドラマさすらいに出演して、芸能活動を開始。1972年、大島渚監督の映画夏の妹の主役に抜擢されて注目を集めるわ。その後、テレビや雑誌グラビアへの露出が増えるにつれて、人気が高まるぜ。翌1973年、映画放課後、ときめき。テレビドラマ伊豆の踊り子に主演して人気が沸騰。少し陰りのある優等生のイメージで多くの CM に出演し、ワーナーパイオニアからレコードデビューも果たすぜ。1974年10月、週刊プレイボーイ特別編集の大判写真誌、プレイガールの表紙を篠山紀信撮影の丸戸で飾ったわ。その後も映画やテレビで活動を続けますが、1980年大晦日で芸能界を引退。翌1981年石油会社に勤めるサラリーマンと結婚したぜ。1972年デビュー、アグネス、ちゃん、浅岡めぐみ、森の底、坂口涼子。浅岡めぐみ、1955年10月11日生まれは、日本の女優、歌手、演出家。本名は藤井佳代子。一時、田島佳代子が本名だった時代もある。大分県生まれの大阪育ち。1970年代を代表するアイドルの一人で、長い独特のカットの黒髪。チャーミングな容貌と優しい歌声で、一時代を築いたぜ。現在は女優の活動を中心に置きながら歌手活動も続けている。キリスト教カトリック教会の信徒であるわ。シアタードリームズカンパニー所属。芸文株式会社ベリータ株式会社と業務提携をしているぜ。堀越高等学校から、明治大学附属中野高校定時制課程卒業。1972年、芽生えで歌手デビュー。演歌のビクターからのポップス系歌手第1号でもあったわ。40万枚を超えるヒットとなり、第14回日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞。1973年、私の彼は左利きが大ヒット。第15回日本レコード大賞で大衆賞を受賞し、同年の第24回 NHK 紅白歌合戦にも出場。自身の代表ソングにもなるわ。この曲のヒットで日本では一躍左利きが注目され、左利き用品が多数発売されるようになったというエピソードもあるぜ。浅岡自身は左利きではないが、この曲がヒットしていた時には左手でサインを書いてみせたり、左手で箸を使ってみせたりしていたわ。また、彼女のトレードマークでもあった。姫カットが同世代の女性たちの間で爆発的なブームになったぜ。ちなみに本人が姫カットにした由来は、おしゃれのためではなく、髪型のバリエーションを持たせやすいようにとの合理的な理由から、アイドル活動と並行して雑誌モデルをしていた当時、スタイリストやヘアメイクがついていなかったために、必要に迫られて自ら考案したものだというぜ。アグネス、ちゃん。アグネスちゃん、本名チャンメイリン。英語はブンズマイリングカネコちゃん、広東語チャンメイリン。北京語チェンメイリン。日本名カネコチャンメイリン。1955年8月20日生まれは、香港の歌手、エッセイスト。カトリック教徒でアグネスは洗礼名である、トロント大学卒業。1992年6月スタンフォード大学大学院教育学博士課程を修了。1994年には博士号が授与されたぜ。初代日本ユニセフ協会大使、ユニセフアジア親善大使。血液型 AB 型、初代微笑み大使も務めるわ。1972年、代表曲の一つであるひなげしの花で、日本での歌手デビューを果たすぜ。高く澄んだ歌声と愛くるしいルックス。たどたどしいが一生懸命日本語で歌う姿が受けて、一躍人気アイドルとなったわ。日本ではその後も草原の輝き、小さな恋の物語。星に願いを、ポケットいっぱいの秘密、愛の迷い子。恋人たちの午後。
白い靴下は似合わない。香港におけるザ・サークルゲーム、香港香港。宇宙のカーネーションなどヒット曲は多く、台湾やアメリカ合衆国などでも音楽活動を行っているぜ。歌手としての活躍のほか、1998年には初代日本ユニセフ協会大使に就任するなど、ボランティアやチャリティーなどを通じた、社会奉仕や貧困や平和についての発言でも知られているわ。近年ではピンクリボン運動への参加や、大学の客員教授や、ニュージーランドの高校の学園長などとしての教育活動も行っているぜ。坂口涼子。1972年、フジテレビのテレビドラマ、愛ちゃんが行く、で主演デビュー。坂口涼子。1955年昭和30年10月23日から、2013年平成25年3月27日、は、日本の女優、北海道余市郡余市町出身。1971年昭和46年、ミスセブンティーンコンテストで優勝し、芸能界入り。1972年、フジテレビのテレビドラマ愛ちゃんが行くで主演デビュー。タンポポ、前略おふくろ様、犬神家の一族など、人気作品に次々と出演。愛くるしい顔立ちと親しみやすいキャラクターで、アイドル的な人気になったわ。坂口涼子は、市川崑監督の金田一シリーズには、犬神家の一族1976年、獄門島1977年、女王蜂1978年の3回出演しているぜ。審査員は V、1973年、TBS 東宝、江川由香、演じ坂口涼子。三毛猫ホームズシリーズ、1979年から1984年、吉塚由紀子演じ坂口よし子。森まさこ。森まさこ、1958年10月13日生まれは、日本のアイドル、演歌歌手女優。本名、森田まさこ。栃木県宇都宮市出身。前夫は森進一。長男はロックバンドワンオンクロックのボーカリストである、高子と森内隆弘。次男はテレビ東京に勤務するサラリーマン。三男はロックバンドマイファーストストーリーのボーカリストである、弘子と森内弘樹。1971年昭和46年13歳で日本テレビ、スター誕生。1971年10月開始に出場。初代グランドチャンピオンとなるわ。ホリプロダクション現ホリプロに所属。同番組には、まさこ本人ではなく、激しい人見知りを克服してほしい母親が内緒で申し込んだもの。オーディション当日は、洋服を買ってあげるついでだからという口実で歌を歌わせたわ。グランドチャンピオンになった結果、家にいろいろな芸能プロダクションが来て、まさこを芸能界に勧誘するようになったぜ。父親は猛反対だったものの、家が貧しかったこと、母親の体が弱かったことから、家計の助けになるであろうと、まさこ本人が父を説得して芸能界デビューしたわ。ホリプロに決めたのも、学業と両立させてくれるからであったぜ。1972年昭和47年7月1日、徳間音高から先生で歌手デビュー。翌年デビューした同学年の山口百恵、桜田淳子と共に、花の中3トリオと呼ばれるぜ。なお、この中3トリオで最初に NHK 紅白歌合戦第24回に、初出場を果たしたのは森であり、15歳当時女性最年少での出場であったわ。1973年。1973年昭和48年、松竹の男じゃないか投資満々で映画デビュー。同年、年頃で主演に抜擢されたわ。この年から開催された、モノマネ王座決定戦の初代チャンピオンとなるわ。1975年昭和50年、花の子海鳥を初恋時代で、初めて山口桜田と共演。また、この年3から4月に開催された春の選抜高等学校野球大会第47回に、お母さんが入場行進曲に選ばれ、森も選抜大会の開会式にゲスト出演したわ。1977年昭和52年、堀越高校を卒業。同期卒業生には岩崎宏美、岡田奈々、池上公子らがいるぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、70年代に活躍したアイドル女優の歴史ということで、デビュー時1971年から1972年を解説しましたが、いかがでしたか？今回はいつもの特撮以外のテレビドラマ作品を中心に解説しましたので、いつもより新鮮だったのではないでしょうか？皆さんの思っている女優アイドルってどんな方だったのでしょうか？何か気づいたことなどありましたらコメントしてくださいね。よかったら高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時もゆっくりしていってねー。